2022年4月現在のカナダの新型コロナウイルスに関する最新情報、留学生の入国に関する流れ、そしてバンクーバーの実際の街の様子についてご紹介していきます。カナダ留学をご検討中の方は参考にしていただければと思います。まずは新型コロナウイルスのワクチン接種状況と感染状況についてです。カナダでは総人口のうち約 81%、 5歳以上のうち約 85% がワクチンの接種を完了しています。また1月上旬から3回目のワクチン、いわゆるブースターショットの接種も始まり、現在総人口のうち約 47%、 18歳以上のうち約 57% が3回目の接種を済ませている状況です。このようにワクチン接種が進んだこともあってか、年末年始にかけてピークを迎えていた新規感染者も徐々にその数が落ち着いてきました。現在は1日およそ5000人から7000人ほどで推移しており、これは日本と比べてみても実数、人口比とも大きく下回っています。こうした状況もあり、現在のカナダはすでにアフターコロナに向けて動き始めていると言えます。例えば先ほどお伝えした新規感染者数についても、以前は各州が毎日発表しており、私たちも今日は何人、今日は何人と数字を追いかけていましたが、現在は感染者数を毎日更新している州はほとんどなく、およそ1週間に1回発表される程度にまで頻度が落ちています。そのため実際カナダで生活していても感染者数を気にしたり話題にしたりということ自体がなくなってきました。さらに日常生活に関わる様々な規制もかなり緩和されてきました。バンクーバーを含むブリティッシュコロンビア州では3月半ばに屋内施設でのマスク着用義務が解除され、ショッピングモールや公共交通機関をマスクなしで利用することが可能になりました。またレストランやジム、コンサートなどのイベントに参加・入店する際に提示が必須だったワクチン接種証明、通称ワクチンカードも4月上旬に廃止になりました。トロントを含むオンタリオ州でも3月にワクチンパスポートの提示義務が撤廃され、また学校や飲食店などほとんどの屋内環境でマスク着用が求められなくなりました。公共交通機関や医療・介護施設では現在もマスクの着用が必須ですが、これも4月末には解除される予定です。続けて留学生を含む外国人の入国についてです。国内での動きと同じく、現在カナダの入国に関わる規制もどんどん緩和されていっています。まず非常に大きな動きとして、この4月1日以降、ワクチン接種を完了した渡航者についてはカナダ入国前の PCR 検査が不要になりました。これまでは渡航前72時間以内に検査を行い、その陰性証明を持参しないと飛行機に搭乗できなかったのですが、これが不要になったことで留学生にとっては金銭的にもスケジュール的にもかなり負担が軽減したといえます。またカナダの空港到着後の PCR 検査についても、以前は義務だったものが現在はランダムでの実施となっているため、ほとんどの方が検査を受けずに空港を出られるようになりました。入国後の自己隔離についても、以前は14日間の待機や到着後の検査結果が出るまでの間待機を求められていましたが、これも今は完全に撤廃されています。そのため仮に空港でのランダムの PCR 検査を受けた場合でも、外出するために結果を待つという必要がないので、カナダに到着したすべての方がその日から自由に行動できることになります。つまり事前にワクチン接種さえ済ませていれば、コロナ前とほぼ同じ手順で渡航し、
留学生活をスタートすることが可能になりました。それらも踏まえて各ビザの渡航条件をまとめるとこのようになります。まず学生ビザの場合、十分な感染対策が取られていると政府に認可された学校であれば、問題なくビザが発行され入国することが可能です。ワーキングホリデーについては、事前にジョブオファーレターを取得する必要もなくなり、2022年度はコロナ前と同じように申請を受け付けています。また、ビザなし、つまり観光のステータスでの入国も認められるようになったので、語学留学など6ヶ月未満の短期留学を検討している方も、ワクチン接種さえ済ませていれば、コロナ前と同じように渡航することが可能です。さらに留学を終え、カナダから日本へ帰国する際にも、ブースターショットさえ接種済みであれば、入国後の待機期間なし、自宅待機も求められず、日本に到着したその日から自由に行動が可能です。仮にブースター接種を受けていない場合でも、検疫所の宿泊施設ではなく、今後は原則7日間の自宅待機となり、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その時点で待機期間終了となります。カナダへの渡航も日本への帰国も、去年一昨年の負担と比べると圧倒的に楽になったといえます。最後にバンクーバーの実際の街の様子をご紹介します。先ほどお伝えしたマスク着用義務の解除やワクチンカードの撤廃に加え、飲食店やイベント会場の入場者数に関する制限もなくなったため、もうほとんどコロナ前と同じ生活を送っていると言っていいでしょう。実際レストランなどに食事に行っても満席でにぎわっている様子をよく目にします。スーパーや小売店で客の動線を管理するために貼られていた床の矢印も徐々に見かけることが減っていき、今ではほとんどの場所を自由に行動できるようになっています。オンライン授業を終えて完全に対面授業に戻った学校も多く、またこれまで在宅で仕事をしていたビジネスマンも徐々にオフィスに戻ってきているため、ダウンタウンを歩いているとかなり人通りが増えたのがわかります。4月中旬にはコロナ以降2年間停止していたクルーズ船の停泊も再開され、ベストシーズンの夏に向けてますます多くの観光客が訪れる見込みです。屋内施設や公共交通機関ではマスクの着用義務が解除されたとはいえ、やはりまだ多くの人がマスクをつけ続けている印象です。それまでマスクをつける習慣が全くなかったカナダですが、コロナ以降マスクが当たり前の生活が2年以上続いたので、規制が解除されたとは言ってもいきなり全員がマスクを外すとはなかなかならないかもしれません。同じように今後も残っていきそうな習慣として、ハンドサニタイザーの使用があります。特に義務化されているわけではありませんが、
飲食店はもちろん、スーパーや小売店、学校やオフィスなど、どこに行ってもハンドサニタイザーが設置してあり、こまめに手を消毒しないと気持ちが悪いという感覚になっている人も多くいるので、これは今後の生活にも欠かせないものになりそうです。ここでここバンクーバーブリティッシュコロンビア州で最近始まった施策を一つご紹介したいと思います。今この普通のドラッグストアの前にいるんですけど、BC 州に住んでいる18歳以上の人であれば、こういった街中のドラッグストアでコロナの検査キット、迅速抗原検査キットというのを無料でゲットすることができるというふうにこの3月下旬からなりましたので、今日は早速1個キットをゲットしてみたいと思います。無事に検査キットをゲットしました。今からオフィスに行ってちょっと検査してみたいと思います。はい、それでは早速同封されていたこの手順に沿って、やっていきたいと思います。はい、ということで15分経ちましたので、結果が出ました。 C のところに線が1本入っているということで、結果は無事陰性だというふうに出ました。安心しました。まあ、こちらはあくまで簡易的な検査ということで、これを例えば海外に渡航する際の陰性証明として正式に利用するといったようなことはできないということなんですけれども、まあ、これ本当に簡単なので、今後留学でバンクーバーにいらっしゃる方にとっては万が一体調が優れないなとかっていった時に、こうして簡単にキットをゲットして、気軽に検査を行えるということで、一つ安心材料にしていただけるんじゃないかなと思います。またこうしたキットが今後より多くの人の手に行き渡ることで、コロナの感染拡大をより効果的に防いでいけるんじゃないかなというふうにも期待できます。カナダ留学を検討されている方は、今回ご紹介した内容も参考にしつつ、ベストシーズン夏に向けて留学の準備を進めていただければと思います。ご渡航後は私たちが精一杯サポートさせていただきます。カナダでお待ちしています。